お疲れ様です。ラットです。そして、どうも、ドンゼルです。ありがとうございます。お願いします。明けおめです。明けおめでございます。よろしくお願いします。今年もお願いします。新年初コラボですね。そうですね、はい。今年もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日は。というわけで、今日なんですけど。なんすか。え？いや、すごい嬉しそうだなと思って、新年早々。楽しいですね。久しぶりのコラボなんで。確かに。久しぶりですっけ。まあでもね、あのお互いもうシーズン終了、トロ上げばっかやってましたから。はい。はい、今日何やるんですか。今日なんですけど、あのこの前多分ドズさんの動画で、はい、やっぱ僕とじゃこうまともに戦ってもこうね、こうなっちゃうってこう話してたので。まあ確かにそれは仕方ないですよ。それはもう差が触る毅然なんで。だからドズさんがハルパパさんも連れてくるわって言ったんで。なんで今回僕がハルパパさんを、はい。うん。持ってきました。どういうことハルパパさん、ハルパパさん持ってきました。パワーワードスイ、え、来てるんですか。いや、来てないです。来てないですよね。あの3年前にハルパパさんが使ってたデッキでちょっとね、今回こう3年前のハルパパさんは古いよ。さすがにだってデッキもだって今出てないカードもたくさん、あ、出てないっていうかその今使えないカードもたくさんありますもんね。なんか全然古い。え、3年前でしょ。はい、いや3年前のデッキでも松田さんにね、はい、勝てるんじゃねっていうのをやって、しかもハルパパさんのデッキ一応っすね。ね、二択だと思うんですよ。ジャイかメガナイトのどっちかだと思います。うわー、これはちゃんとこう、はい、ハルパパさんの動画を見てたかどうかっていうのが、いやいや、まあ、そういうことになりますよね。出ますね。もう途中からハルパパさんはメガナイト枯渇しかずっと使ってなかったんですけど、さあ、いや、ちょっとデッキ間違えて持ってくれない。いや、3つ持ってきたんですけど。OK です、OK です。一旦これで様子を見ましょう。え、これ、え、なんですか？これ、もし負けたら、僕、はるパパさんに負けたっていうレッテルになるんですか？まあ、そうですね。嘘でしょ？今日、3年前。3年、嘘だよ。嘘だろ。中身ラットバイセン、チートすぎんか。お願いします。乗ってるマシンボロくてもプロレーサーみたいな。そんな感じ。あ、何、迫撃。いや、トルネードとか多分なかった時代ですからね。トルネードあるでしょ。ありましたっけ。いや、わかんないけど、いや、わかんない、本当にわかんない。それすごいいじめなんです。ありがとうございます。マジアちゃんない時代ですもんね。そうっす。ああ、なるほどね。いないっす。マジアちゃんいないんすね。はいはい、よいしょよいしょ、おいしいおいしい。うわ、これは、はいはいはい、結果じゃないですか。メガナイトかジャイかなって思ったんで、どっちもカバーできる一応ペッカにしたんですけど。はいはい、はい、ババババガゴ、なるほどね。ラムライダーですかね。ラムですね、それは。あ、ちょっとでも遅れちゃったんで、これは一発入れてしまう。お、2発ぐらい。2発ぐらい入る。え、ちょ、テスラすごいデッキですね、ほんと。いやー、そうなんですよね。本当に。あれ、この動画の時、ハルパパさんのモノマネしなくていいですか？しない。そんなのないですから。そんなのないですから。無茶ぶり。よいしょ。さあ、いやー。はい。はいはいはい。はいはいはい。はい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 と。出たよ。まあ、エレキか。いや、そうですね。エレキですね。いやー、ちょいちょい入ってんなー。ふうって感じですね。あ、これ、意味ない、意味ない。あ、ありがとうございます。これは意味ない。そういうことなんですよね。いや、違う。ライクさんに怒られますよ。ここでババを出させたんで、この後です、この後。いやー、結構きついな。ちょっと待ってよ。早くも負けそうな雰囲気。よしよしよし。いや、でもまだいけます、まだいけます。いやー、相性悪いっすね。きついっすわ。ダメリード取ってる時に優勢じゃないですか。負けてる時に、負けてる時に。よいしょ。からの、いやー、これもう仕方ないこれ。きついきつい。いや、無視するべきだったかな。ちょっときついっすね、本当に。はい、ドシンして。マジアチャが。マジアチャ強いっすね、やっぱね。そうなんすね。マジアチャ。矢の雨、本当にきつそう。いや、そうなんすよ。本当にきつそうではあるが、バーバリアンが結局こっちとしてはきついんで。そうだ。いやー、頑張れ、マジアちゃん。頑張ってくれ。ババ、よし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 。いけー、突進、おら、オッケー。あるよ。勝てます。僕はもう勝ったかなって思ってます。嘘でしょ。いや、本当です。早くないですか、さすがに。よいしょ。あ、それずるい。
ちょっと待って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 、どっちどっち今ターゲットどっち、これは、あよしよし、さすがにね、さすがにここでタゲが、タゲ変えてバーバリアン来る、バーバリアン来る、このババに、このババに私、おお、フリーズフリーズ、あんま使いたくなかった、フリーズがここに来て、多分これ絶対きついっすよね、これ。いや、きつくないっす、全然もう余裕のよっちゃんっす、きついっすよね、きついきつい、こんにちは、こっち、あいい子、よし、え、入った、あー取れて、取れて、取れて、まだいけ、まだ参る、まだ参る、いやー、これは勝ったんじゃないか、これはきつい、あーそうだ相当なデッキよ、相当なデッキですよ、これはちょっと3年前ですかね、これ重要ですよ、3年前のハルバワさんデッキ、え、ちなみに今日1個しかないですか、あ、3つ持ってきました、3つ3つそんな、はい、そんな、いや、次は勝ちます、はい、だいたい分かりました、傾向が、え、何のデッキでした今の、ホグ迫撃フリーズテスラ、えぐいなー、バーバリアン、ゴブリンとかですから、確かに古いっすね、トルネがないってさっき言ってたんですよ、だからトルネ入ってないんですよ、おそらく、で、多分だけど、僕の勝手な予想だけど、トルネあったけどハルパパさん使ってないだけなんですよ、あ、そうなんですか、そう、口癖がトルネード苦手って言ってたんでそうなんですね、そう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 、おそらく、でもちょっと新カードの暴力で分からせてやりますよ、え、こちらで、はい、新カードの暴力で分からせてやります、お願いいたします、お願いします、いやー、これちょっと次なんだろうなそんなにパターンないと思うんですよね、言うて、いや、そう思うんですけどねすごいんですよね、え、そんなすごいパターンがいっぱいあるんですか、たくさん探しましたからしかも探しじゃなくても、はい、このデッキいいな、あ、このデッキいいな、そのあったんですね、いろいろ、え、アーチャー、アーチャー使ってるデッキあるんですか、わかんない、わかんない、マジでわかんない、わかんないんですか、わかんない、全然わからんす、あんなにコラボ動画撮ってた、いやいやいや、そんな覚えてないっす、3年前の何使ってたかはは、いはい、はい、嫌なで聞きましたね、いやもう新カードで暴力していきますよ、これだって僕20人有利ですからね、だからその3年前っていうのもあれだし、はい、僕は今環境で強いカード使えるんで、まあ、環境じゃないですよ、もうこれ、そうそう、環境はもう3年前に終わってるデッキですもんね、確かに終わってる、終わってるデッキです、3年前にオワコン化してるデッキなんで、ライドラ、あ、エリゴレ、ね、まあまあまあエリゴレいきますわね、いやもうね、それが辛い、でさらにやっぱもうこのマジアチャ先生辛そう辛そう、今の相当辛そうなザップでしたねあんな辛そうなザップラットパイセンが打ってるの見たことないぐらい辛そうでしたよ、すごい辛いんですよね、これ辛そうっすね、はい、ファイブをよいしょ、まあ一旦ちょっと潰しつつ、いや、ヒーラーさん優秀ですね、ヒーラーさんが、ヒーラーさんがやっぱヒーラーから、なんで、よし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 、ヒーラーさんが、あー、ちょっとでも回復範囲には入ってない、オッケー、あぶね、よしよし、まあ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 、いやでもなんか勝てそうな、ダメージリード取れて勝てそうな雰囲気が出ております、雰囲気だけっすあー出た、ゴレかゴレそうか、ゴレ使ってたのか、よしアーチャー入りだとちょっと分かんないですね、大砲とアーチャーが入ってたらまさかゴレとは思わずはい、呪文は敗北だったんで、時代は変わりましたね、時代は変わりますね、やっぱね、敗北で処理できない組み合わせでバトルヒーラーも足してあげると、めちゃくちゃ固めるじゃないですか、いやいや、もうだって、ちょっと待って、なんてゴレスケラワンチャン、いや、ワンチャンないっす、うわ、いい防衛しますね、ありがとうございます、ありがとうございます、あー、いて、おい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 、頑張って、いいけど、いっていいけど、いや、全然ないっす、ワンチャン、さあ、残り5打たれても、もうバトヒー頑張れ、おお、ちょっと待って、頑張れよ、お前ら、うわー、うまい、ワンチャン、これは、あれ、いや、全然勝ってる、いやー、これちょっと話が違ってきた、話が違ってきた、おー、ちょ、たんいや、でも、まあ、ここはもうゴレなんてどうでもいいんだ、ゴレなんてどうでもいい、どうでもいい、ゴレなんて、ゴレデッキでゴレなんてどうでもいい発言くそー、え、いや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 、
かしい。あ、出た。はいはいはい。あ、出た。次100ポイント。次100ポイントでいきましょう。これ弱いんで、ラットパイセン。100ポイントのプレッシャーに。勝ったことないんですよね。それもそれでどうなの。それもそれでどうなんですか。この前、焼き鳥とコラボ動画撮ったんですよ。はい、はいはい。多分参戦して3連続僕負けたんですよ、はい、だからラスト100ポイント100ポイントで言って負けてもう103対0。103対0面白い。本当に1回分かってない。いや僕もうこれ秘策いきますわ。ちょ待ってマジか。僕も秘策でいきます。いやもうね逆に強い。分かんないわ。だってその逆に分かんないから。確かに。そのマジで逆に強いっすよ。ISP ですね。時代は ISP。 さあロケ法いきましょう。なんだそれ。ロケ法でもうガンガンいきますよ僕は、まあ、こいつでも無視できるのはいいですね。無視させないっす。ここのダメージはちょっと痛いっす。無視させないっす。性格悪いっすね。さあレッツゴーレッツゴー。すごい。レッツゴー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 。おっ強っ。強い強い。こんな強い。こんな強いか。オッケーオッケー。ロイジャイっすか。ロイジャイっすね。大丈夫。ちょっと新しい新しいっすね。新しいでしょ。はいはい。大砲好きっすね。施設が大砲しかなかったわけでもなく別に。いや大砲テスラとかでもそこしかなかったんじゃないですか。そういうこと。ロケッティや。これちなみにロケ砲でも裏いけるらしいですね。あ、エリポンっすか。エリポン、うん、あ、そうなの。タワーに打ってそのままタワーに打てるとそのままエリポンに行けるんで割とあいつ優秀なんですよ。意外とそうなんですね。うん、全然知らなかったです。いやでもまだこう研究されてないですよね。そのロケ法、ね、知られてないんで。足が遅いとなおいいんだけどな。そうっす。たまりますからね。ちょっとね早いんすよね。これは軌道ですね。これで、あ、これで軌道。いや届かないかな。いや行ってる長いっすね。ただロイジャイだとそんな気にならないかなという。あー確かに。いやそれはそうっす、ね、それはそうっすね。出たエルポン。え、迫撃ロイジャイですか。迫撃ロイジャイ。それ3年前ですか。違うよ。なんで3年前のデッキに3年前で行くの。いや違います。これも最新デッキっす。3年前で挑んできたのかと思いました。いやちょうど今。おお、なるほど。うわ、出た。フリーズ使いがちって。フリーズ使いがち、マジで。やめた方がいい、それは。やべ。え、ロケラン系しかも逆。いやー、しかも逆。いや、おいしょ。なんで今絶対逆いくと思った。すごい動きが、まだわかんない。わかんないですね。面白いわ。おー、プリンセス避けて。やばい。え、ちょっと。面白い動き。ほんとに。さあ、ここは。困る。はいはい、ロケ砲行って。やばい、ちょっと待って。いけ。あるある、全然ある。あ、バカ。ロケホー頑張れ。ロケホー頑張れ。ロケホー頑張れ。邪魔だ。よし。え、めちゃくちゃ下がるじゃないですか。いや、下がりますよ、それは。やばい、ロケ圏内来る。やばい。安全地帯。お前逃げろ。逃げろって。なんか、プリンセスとかもノックバックしてくれるんじゃないかっていう。淡い期待。あ、出た、そうだった。忘れてた。ちょ、タイム。あ、プリンか。うわー、ロケで終わる。くそ。ありがとうございます。これで今日何点だったかな。100対2かな。あと99戦やりますか。やべえ、それ動画の時間がなんか4時間みたいな。あれ生放送してたみたいな。いやこれも、はい、ラットパイセンの必勝法を見つけました。毎回100ポイントにすれば勝てるかもしれない、はい、ずるいっすね。いやずるくないです。いや悔しいな。ありがとうございます。というわけで今日負けちゃいましたけど、はい、ありがとうございます。もう大勝利ですね。でも一つ学びとしては、施設大砲使いがち。何にでもフリーズ混ぜがち。そういうことですね。面白いですね。面白いです、はい、はい、というわけでちょっとね、まあ新年初だったんで勝ちたかったんですけど、はい、いやもう2020はね私が勝たせていただきます。ありがとうございます。次はボコボコにするんでね。よければ概要欄にドッツさんの動画も貼っておくんで、よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。お願いします。コラボ動画も撮ったんで、はい、他の動画もチェックよろしくお願いします。上がります。お願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイバイ。